で簡単に一品。旨味がたっぷりと染み込んだ大根が美味しい。レンジで簡単豚バラ大根をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず大根は耐熱容器に並べ、軽くラップをして500ワットの電子レンジで4分から8分ほど加熱します。混ぜ合わせた材料 A を入れ、500ワットの電子レンジで1分ほど加熱しましょう。5センチ幅に切った豚肉を乗せ、軽くラップをして再び8分ほど加熱します。器に盛り、仕上げに小ネギを散らせば出来上がりです。電子レンジでパパッと簡単にできる生姜の効いたほっと温まる一品ですよ。ぜひお試しください。